チェチ地方。北半分はブルガリア領、南半分がギリシャ領となっている。チェチ地方の伝統的手芸品、ドスパと自治体のツルンチャから、ベリングラと自治体のスルニツの町とドスパとダム。チェチ、あるいはチェチコは、バルカン半島の地理的、歴史的な地域の一つであり、現在のブルガリア領とギリシャ領にまたがって広がっている。 チェチ地域に含まれる60の村の住民のほぼすべてが、ポマクである。チェチは、マケドニア地域にあり、ロドピ山脈の西部、ファラクロ山の北に位置している。チェチは、ドラマチェチとネブロコピチェチに分かれ、前者及び、後者の一部は、ギリシャ領となっている。バシルクンチョフによると、チェチの東の境界は、ドスパト川、西の境界は、ドゥプニツァ川までとされる。 ブルガリア領チェチには、サトフチャ、ドスパトの両自治体およびドスパト側、サトフチャビストリツァ川沿いの村々が含まれる。ブルガリア領チェチの村々は、サトフチャ、ドレン以外では人口のほとんどをボマークが占めている。サトフチャとドレンでは人口の一部はキリスト教徒である。ギリシャ領チェチはカトネブロコピ、シディロネロの自治体からなる。 ギリシャ領チェチに住むポマクは、1920年代にトルコ、西トラキア、あるいはブルガリアに追放され、住民の家や土地はトルコから追放されてきたギリシャ人キリスト教徒に与えられた。2007年12月15日時点で、ブルガリア領チェチの人口は48,970人であり、そのほとんどはポマクである。2001年時点で、 ギリシャ領チェチの人口は2553人であり、そのほとんどがキリスト教徒のギリシャ人である。1900年の時点でチェチの人口はブルガリア人が5897人、ポマクが5667人、トルコ人が1151人、ブラフ人が23人、ロマが10人で合計12748人であった。ありがとうございます。